大日本印刷はバリュー株代表から大逆襲始まるこんばんはふくで増えるです今回のテーマは大日本印刷の株価予想ですぜひ最後まで見てください目次です 1. 企業分析 2. 決算分析 3. 株価予想この順で動画を進めていきますまずは 大日本印刷の企業分析から大日本印刷は総合印刷の大手で通称 DNP 突般印刷と双璧をなす加工技術や精密電子部品に強みのある印刷業界の大手です大日本印刷の事業は出版印刷情報イノベーションからなる情報コミュニケーション部門放送や 惣菜からなる生活産業部門ディスプレイ関連製品や電子デバイスからなるエレクトロニクス部門これらはまとめて印刷事業ですそして実はあまり知られていませんが北海道コカ・コーラボトリング株式会社の飲料事業も持っています22年3月期の業績では売上は1兆3441億円 事業別に見ると情報コミュニケーション部門が全体の5割利益面ではディスプレイ関連や電子デバイスを取り扱うエレクトロニクス部門が5割強を占めていますエレクトロニクス部門は売上げこそ全体の15%ほどの構成費ですが利益率が20%を超える高利益の事業ですちなみに 情報コミュニケーション部門の利益率は3.9%生活産業部門の利益率は3.5%飲料部門は1.4%です売上の4分の3は日本国内ですがアジアを中心に海外29拠点を持ち海外展開もしていますグローバル市場に向けた製品 サービスの提供を行うため世界各地に拠点を設けています大日本印刷が国内世界でトップシェアを誇る製品サービスが皆さんの身近でどのように使われているか見てみたいと思いますリチウムイオン電池用バッテリーパウチはリチウムイオン電池として電気自動車やさまざまな電子機器に内蔵されています 有機 EL ディスプレイ用メタルマスクは有機 EL を使ったディスプレイに使われておりアメリカアップルや韓国サムスンのスマホに搭載される有機 EL ディスプレイの製造過程で使うメタルマスクですディスプレイ用光学フィルムは室内の照明などの映り込みを防ぎクリアな画面にするのに役に立っています 売上割合の高い国内に注目すると国内でトップシェアを誇る製品は使っている方も多いであろう IC カードやペットボトルのための無金充填システムまたマンションや戸建ての床材などなどその大日本印刷は今年23年1月にアクティビストモノユー株主として知られるアメリカのヘッジファンド エリオットマネジメントが株主に名を連ねたことで話題になりました創業146年を迎えたコングロマリット複合企業の大日本印刷ですが電気自動車 EVO バッテリーやスマートフォン画面向けの部材製造で高い世界シェアを誇ることからニッチな分野で圧倒的な市場シェアを誇る日本の秘宝としての立ち位置を考えると 潜在的にはるかに大きな価値があるという見方もあります。アクティビスト、物言う株主とは、株式を一定程度取得した上で、その保有株式を裏付けとして、投資先企業の経営陣に積極的に提言を行い、企業価値の向上を目指す投資家のことです。経営陣との対話、交渉のほか、株主提案権の行使や、 会社提案議案議の否決に向けた委任状勧誘などを行うことがあります今回大日本印刷への投資で話題になったエリオットマネジメントの日本企業への投資は有名企業では孫正義氏率いるソフトバンクグループや東芝などごくごく少数で大日本印刷への投資はそれに続く形となります。 EV のバッテリーとして使われるリチウムイオン電池の外装材の製造技術を数年かけて開発した大日本印刷は現在では世界市場の70%を握っており最終顧客にはアメリカの GM ドイツのフォルクスワーゲンフランスのルノーアメリカのフォードまた日産自動車などが名を連ねています。 アップルやサムスンのスマホに搭載される有機 EL ディスプレイの製造過程で使うメタルマスクについては野村証券のリポートで大日本印刷の世界シェアは市場がほぼ過線状態になるほど大きく主要な競争相手は存在しないと指摘されていますジャパニーズトラディショナルカンパニーを略した JTC はネットでよく使われる言葉で 日本の伝統的な大企業に共通する内向きで硬直的な組織運営や企業文化を皮肉るときに使われることが多い言葉だそうです。もうすぐ創業150周年を迎えるコングロマリット企業の大日本印刷、投資家が考える JTC の代表格です。経営トップが株主の前に出てくるのは年に1回の株主総会のときだけで、 決算説明会を初めて開いたのは2019年と日経平均構成企業の中で最も遅かったことでも知られていますプリンター用インクリボンから食品包装書店など広く事業を展開する大日本印刷は古い日本企業の多くに見られる典型的なパターンで政策保有株式が多く 22年12月末時点の投資有価証券は3599億円と、総資産の約2割を占め、その投資先は100歳以上とも言われています。資産効率が低く、BBR、株価純資産倍率は、解散価値を下回る1倍割れの状態が続いています。こうした持ち合いは、不必要に企業価値を引き下げてしまうばかりか、 優れたコーポレートガバナンス、企業統治や効率的な資本配分の大きな足かせになると考えられており、エリオットマネジメントは自社株買いの積極化や広大な保有不動産の売却に加えて株式持ち合いで膨らんだポートフォリオの迅速な処分を迫ったとされています。これを受けて 23年3月9日に発表された新しい中期経営計画は市場の注目を集めていました。資料の最初でグループとして ROE10% を目標に PBR1 倍の早期実現を高らかに掲げ具体的施策として保有資産縮減による資金効率化の最大化や資本効率の改善に向けた 過去最大の自社株買い。財務の安定性を維持しながら EPS などを意識した株主還元の強化などを示しています。大日本印刷がこのような指標を示した要因として、二つの外圧が考えられます。大日本印刷の従来の ROE 目標は5%。10%はかなり意欲的ですが、 自社株買いなどで企業自身がコントロールできる数字です一方株価を解散価値である一株純資産で割ったのが BBR で市場が決める株価が左右するため企業はほぼコントロール不可能実際これまで BBR を経営目標に掲げた企業は皆無だったと思いますし 大日本印刷の PBR が過去10年間で1倍を超えたことは一度もないという事実もあります JTC と皮肉交じりに揶揄される代表格であった大日本印刷の返信には世界最大のアクティビストであるアメリカエリオットマネジメントの株の取得と PBR1 倍割れの企業に改善計画の開示を強く求めるという 東京証券取引所の新方針という2つの外圧が大きく影響したのは間違いないと思われますでは続いて大日本印刷の決算分析に移ります現時点での大日本印刷配当利回りは配当利回りとは現在の株価に対して年間でどれだけの配当を受け取れるか。 日本株平均2%以上を高配当株と判断した場合大日本印刷の配当利回りは1.6%です配当は中間期末でそれぞれ32円ずつの年間64円がここ10年以上続いています利益の配分については株主の皆様へ安定配当を行うことを基本とし 業績と配当成功などを勘案して実行するとしており、配当成功などの具体的な数字は明示していません。純利益が赤字だった2019年も配当は減配や無配とすることなく、従来通りの64円を維持、また過去には機動的な自社株買いも行っています。今後は、 過去最大の自社株買いも行うことを示しており株主還元強化も期待されます続いて PER 株価収益率です株価が1株当たり利益の何倍になっているかの指標ですコロナ前5年間の日本株平均16.6倍以下を割安と判断大日本印刷は16.2倍です 過去3年間の大日本印刷の平均 PER は16.3倍程度なので、現在はちょうど平均的な数字です。続いて PBR、株価純資産倍率です。株価が1株あたり純資産の何倍になっているかの指標です。今回はコロナ前5年間の日本株平均1.25倍以上を株式市場が乗れん、 ブランド価値を高く評価している有料企業と判断します。大日本印刷は0.98倍。中期経営計画が発表された翌日の3月10日には、PBR1 倍を超える瞬間もありましたが、今後は中期経営計画への評価も高まり、1倍を超える水準もあり得ると思っています。続いて、 売上成長率です直近5年間で年何複利で売上が伸びているか4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します大日本印刷はマイナス1.0%です次に営業利益率直近の年間決算の実績で売上に対して営業利益は何だったか 7.2%以上であれば、日本株の平均以上と判断します。大日本印刷は4.97%。22年3月期は5%近い営業利益率でしたが、過去10年を振り返ると2、2%から3%台で推移しています。次に営業利益の成長率です。直近5年間で年何複利で営業利益が伸びているか、 4%以上であれば全世界経済の平均より伸びていると判断します。大日本印刷は16.3%。次に生産性です。従業員1人当たりの営業利益はいくらだったか。300万円以上であれば日本株の平均以上と判断します。大日本印刷は182万円。 業績が過去と比べて良かった22年3月期でも1人当たりの生産性は182万円と低いのですが過去を振り返ると100万円台前半または100万円を切ることもこういった生産性の低さも今後改善されることが期待されています最後に ROE 自己資本利益率です 企業が持っている純資産をどれくらい上手に使って利益を上げているか、企業の所有者である株主にとって利回りに当たる指標です。10.6%以上を日本株の平均以上と判断。大日本印刷は9.1%です。過去10年間の ROE は2%から3%台と非常に低い水準で推移しています。 今二23年3月期は業績予想ベースで6%台とやはり低くなるとされています。自己資本をため込むことで純資産が大きくなり、資本効率が悪くなるという典型例。新しい中期経営計画では目標値10%を掲げています。続いて、大日本印刷のチャート分析に移ります。直近3ヶ月間の株価は上昇傾向。 23年1月17日に直近の安値をつけた後1月末に物言う株主であるエリオットマネジメントが株式を取得したとのニュースで一気に株価は上昇その後3月9日の中期経営計画の内容を受けてさらに一段高となっていますでは長期はというと20年以上の長期のチャートで見ると 株価はジグザグしています。現在は2006年以来の高値水準にあります。ここまでを一旦まとめると、大日本印刷は直近の株価は上昇傾向。1月17日に直近安値をつけた後、1月末に物言う株主であるエリオットマネジメントが株式を取得したとのニュースで一気に株価が上昇。その後、 3月9日の中期経営計画の内容を受けて、さらに一段高となりました。長期的にはジグザグしながら、現在は2006年来の高値水準にあります。ということで、大日本印刷の株価予想です。増えるの個人的な株価予想は、4060円から4300円まで上がると予想します。以上です。 高評価・チャンネル登録をぜひぜひひししくお願い,いたします。コメント欄にてぜひあなたのご意見もお聞かせください最後まで動画をご視聴いただき感謝していますいつも本当にありがとうございます幸運を